プロ野球界において伝統の一戦と呼ばれるのが巨人対阪神の一戦です。両球団80年以上の歴史があるだけでなく、関東と関西の人気球団であり、数々の名勝負を生み出してきました。そしてその名勝負が生まれたのは、主役となるライバル選手同士の熱い戦いがあったからこそです。伝統の一戦においての主役は長嶋茂雄氏と村山実氏、共に球団のミスターと呼ばれるスター選手であり、長く語り継がれるレジェンド選手。今回はそんな2人が現役時代にどんな勝負を繰り広げ、お互いがどんな存在であったかをご紹介していきます。1958年、プロ野球界に衝撃が走ります。前年に大学野球のスター選手であった長嶋氏が巨人入りをし、プロデビュー、開幕戦に先発出場。400勝投手の金田正一氏にフルスイングで真っ向勝負をして4打席連続三振に抑えられましたが、シーズン途中から当時巨人の中心打者だった川上哲治氏に代わって4番打者を務めるなどし、リーグ優勝にも貢献します。打率、本塁打、打点、安打、盗塁などあらゆる面でリーグトップクラスの数字を叩き出し、プロ野球史上誰も成し得ていない新人選手によるトリプルスリーの達成までホームランあと1本というところまで迫ったことや、ホームラン王と打点王を同時受賞して新人王を獲得するなどの活躍に球界が沸きました。そして同年のオフ、1球ごとに全力投球をし、苦しそうな表情を浮かべながらも完投する姿から、ザトペック投法と新聞の見出しに出るなどで有名で、長嶋氏と同じく大学野球のスター選手であった村山実氏がプロ球団の間で争奪戦となっており、巨人は長嶋氏よりも多い契約金2000万円を提示しましたが、村山氏はその4分の1である500万円を提示した大阪タイガースへの入団を決めます。その背景には大学3年生時に右肩を故障した際、大阪タイガースの球団社長である田中義和氏から病院を紹介され親身になってくれたことなどが要因でした。そして1959年、長嶋氏が2年目を迎え、村山氏がプロの舞台に立ちます。長嶋氏は2年目シーズンも常勝軍団巨人の主軸を担い、ルーキーイヤーには獲得できなかった首位打者のタイトルを獲得、巨人のリーグ5連覇に貢献する活躍を見せます。一方の村山氏は巨人とのオープン戦でプロ初登板、初先発を果たします。この日は初代ミスタータイガース藤村文夫氏の引退試合当日で、3万人の大観衆の前で2回を無失点に抑えました。公式戦初登板、初先発試合では同じく巨人戦となり、金田氏との投げ合い、先頭の町田幸彦氏の頭部にいきなりデッドボールを与えますが、その後は6回までノーヒットに抑え、2安打完封勝利という華々しいデビューを飾ります。最終的には18勝10敗、防御率 1.19、294奪三振で最優秀防御率のタイトルを獲得、新人ながら沢村賞も受賞します。チームの順位は巨人1位、阪神2位という結果に終わりましたが、この年の6月25日に行われた天覧試合から長嶋氏と村山氏のライバル関係が始まることとなります。プロ野球史上唯一、天皇陛下をお迎えしての試合。この試合が開催されるきっかけとなったのが、当時の天皇陛下である昭和天皇が夜になると皇居から神田方面の空が明るくなっているのを、あれは何と侍従に尋ねられたことでした。今国民に人気のあるプロ野球ナイトゲームの明かりですとの説明に、陛下は身を乗り出して明るい空を見つめていました。そして関係者らが大変な緊張で陛下をお迎えし、プレーボール。天覧試合前までの長嶋氏は打撃不振に陥っていましたが、0-1と阪神リードで迎えた5回に阪神先発の小山正明氏から同点ホームランを放ち、さらには王貞治氏もこの試合でホームランを放ちます。合計106回を数える王長嶋のアベックホームラン、 ON4 はここで誕生しました。阪神打線も奮起し、4対4の同点にもつれた試合は終盤に差し掛かり、7回裏から阪神はルーキーの村山氏を投入、7、8回を無失点で抑え、迎えた9回裏の先頭バッターは長嶋氏。この時点で21時12分、陛下が野球観戦をできる時間は21時15分までであったため、球場を後にしなければならない直前、そんな中で村山氏が投げ込んだボールを長嶋氏はレフトポール際に叩き込み、さよならホームランで終止符を打ちました。球場が大歓声に包まれる中、微妙な判定だったために村山氏は、あれはファウルや、
と激高し、1998年に61歳の若さで逝去するまでその主張を曲げませんでした。喜ぶ長嶋氏とうなだれる村山氏、対照的な結果となりますが、この年の2人の対戦成績は23打数2安打とルーキーながら村山氏がほぼ完全に抑え込んだと言っていい成績です。しかしながら3安打はいずれもホームランといういかにも長嶋氏らしい結果を残しています。その後も数多く対戦する両者、お互いに人気球団のスター選手として活躍を続けます。そして1966年6月8日、村山氏はプロ入り8年目を迎え、すでに100勝以上を挙げ通算1500奪三振を目前となったタイミングで巨人戦を前にします。そこで村山氏は1500奪三振は長嶋から奪うと報道陣の前で宣言。一方の長嶋氏も数々のタイトルを獲得する大打者となっていましたが、村山氏の発言を聞き、たとえバントをしても私は村山君には三振しないと言い返し、意地をむき出しにします。結果的に村山氏に軍配が上がり、1500奪三振を見事に長嶋氏から奪い、さらには2000奪三振も長嶋氏から奪うという不思議な巡り合わせとなりました。また1972年のある日に発売された雑誌週刊ベースボールのインタビューに答えた長嶋氏は、村山氏について、阪神では何と言っても村山、この間の甲子園の時は肘が悪かったんだろう、あれじゃ本物じゃない、しかしその後一生懸命やっているのは頭が下がる、何と言っても腐っても対村山ですよ、彼がいいピッチングをしてくれたらこっちも燃える、という言葉を残しています。長嶋氏は村山氏を好敵手、ライバルとして意識しており、村山氏も同じ思いを抱いていました。トラバン記者として村山氏の投球を間近で見てきたデイリースポーツ元編集局長の平井隆氏は、あるインタビューで、私たち記者は巨人に負けるのはあかんが、えになる長嶋になら打たれてもいいというのが本音でしたが、村山は巨人に負けてもいいが長さんだけには打たれたくないと言っていたと語っています。他にも村山氏は長嶋氏を抑えるため、決め球のフォークを磨くために布団の中でもボールを指に挟んで眠ったり、一升瓶を指で挟み持ち上げるなどして鍛えていました。他にも、俺は長嶋さんとの勝負は絶対に逃げない、逃げない中で勝負する、打たれるか打ち取るかのどちらかだ、逃げないで勝つことに価値があると話しています。なぜそれほどまでに村山氏は長嶋氏との勝負にこだわっていたのか、ある雑誌インタビューの中でその答えを語っています。長嶋さんの目は勝負の瞬間は静かなのです、一瞬ふっと涼やかな、とてもたおやかな目になる、長嶋茂雄のファンタジーとでも言いましょうか。この静寂に投手は見入られたように我を失うのです、まるで見入られたように勝負をしてしまう、ここなんです、長嶋茂雄という打者がすごかったのは、と他の打者とは違う長嶋氏はライバルをも魅了します。2人の通算対戦成績は302打数85安打21本塁打39三振、真っ向勝負をした村山氏に応え続けた長嶋氏だったのでした。プロ野球には数々の名場面、名勝負があります。古くから伝統の一戦と呼ばれる巨人対阪神の戦いには、長嶋氏と村山氏の幾度となく繰り返された勝負が存在します。プロ野球という興行だからこそ、観客はもちろん、時には対戦相手となる監督、コーチ、ラインでさえもワクワクさせるライバル同士の戦いを今後も見てみたいものです。いかがでしょうか。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた。